説の錬金術師たち、新たな大地のアトリエ、張り切っていこうね。ダメだ、思いつかない。メルルさん、難航してるみたいですね。はい、なかなかうちと合いそうな施設がなくて。何かいい案ないですか？すみません、私はメルルさんの国がどういう状況かわからないので、あまりお役に立てないと思います。そうですよね、今までいろいろ立てたのに何が必要か考えるのってこんなに大変だったんだな。そうですね。そうだ、いっそのこと施設以外にしてみては。え、どうしてですか？メルルさん言いましたよね、今までいろいろな建物を作ってきたって。それじゃあ無理に新しく作るより、すでにあるものを新しく使うのもありかなって思ったんです。今あるものですか？はい、例えばお城とかはもう王政でないなら今までと違う使い道に変化しますよね。そういう状況が変わったことで役割に変化が出るものってあると思うんですよ。なるほど、いいかもしれません。確かにお城はそうかも。例えばアーランドのお城は今は冒険者制度の受付になってますし。あれ、メルルさんどうされたんですか？そういえば冒険者制度って国が定めたものなんですよね。どうして国同士のいざこざの原因にならないんでしょう？お話を聞く限りだと国に所属してないからなのでは？あくまで資格として管理してるだけで。あ、そっか。こういう事情って複雑なんだな。そういえばフィリスさんたちは公認錬金術師という資格を持っているそうですよ。もしかしたらそういう資格か何かであれば。それだ！え？公認錬金術師、まだアールズにはいないのでいいかもしれません。これなら錬金術師も来てくれるし。うん、いいかも。ありがとうございます、ネルケさん。私フィリスさんたちに話聞いてきます。あ、行っちゃった。これでメルルさんのお悩みも解決したかしら。はあ、今日も疲れましたね。お、今何か聞こえたような。ロッテ、スピード落として。この声はシャリステラさんの声？おーい、メルケさん！シャルロッテさんの声も？一体どこから？サバコ！やっと止まった。メルケさん、いませんか？いたら外見てくださいよ。止まった？外？シャルロッテさん！それにシャリステラさんまで。あ、よかった、ネルケさんここにいたんですね。見てください、これついに空飛ぶほうきが完成したんです。ちょ、ロッテ、急に動かないでよ。おお、ついに完成したんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。これで思う存分空を飛べますよ。ところで先ほどから気になっていたんですが、お二人が捕まっているそれは？ハンドルです。ほうきの柄じゃなくて別に捕まる場所を用意したんですよ。今まで乗ってたやつにはあったから操縦しやすくって安定するんです。ついでに後ろにもう一つつけてステラも捕まれるようにしたんですよ。なるほど、確かにそれなら乗るときに安定しそうですね。はい、
私もずっとここに捕まっていれば落ちないので、以前のものより安心できるんです。それに見てください、これのおかげでこんなこともできるように。待って、落ちる、早い、落ちる。ちゃんと捕まる場所があるんだから大丈夫だよ。それにむしろスピードを出さないと遠心力が弱くなるから逆に落ちちゃうよ。そうかもしれないけど、これ以上速いのは。そうだステラ、どれだけスピード出せるか試してみようよ。ロッテ、そういうのは慣れてからにして。ほどほどにしてくださいね。随分と早くできましたね。はい、それはもうずーっと考えて作ってましたから。やっぱり。それでまずはネルケさんに試してみてほしくって宝箱を持ってきたんです。それは構いませんが、試すとは。はい、じゃーん、どうですか。これは名付けてフィリス特製迷宮宝箱です。これは何ですか。宝箱に迷路がついていますけど、そこについている鉛玉を動かして全部同じ色のゴールに入れたら開きます。これ錬金術と関係ないんじゃ。ふっふっふ、やってみればわかりますよ。そうですか。そうおっしゃるのであれば、とりあえずやってみましょうか。あ、違う色のところに入っちゃった。何？迷路が変わった？毎回同じだとつまらないですからね。失敗すると迷路が変わるようになっています。そんな仕組みが。確かに錬金術じゃないとできなさそうですけど。ほら、ネルキさん、また挑戦してみてください。さっきと違うからまたゴールに入れるのは大変だと思いますよ。うう、開けられる自信がありません。ちなみに3回間違えると罰ゲームということで、びっくりさせる何かが出ますよ。びっくりさせる何かとは一体。それは失敗した時のお楽しみです。ほらほら、早くまたやってみてくださいよ。はあ、本当に開けることができるんでしょうか。完成させてからすっかり旅人モードから錬金術師モードに切り替わりましたね。お、はい、すっかり火がついちゃいました。それで次は何を作るんですか。この間の宝箱を作った流れで、次は中に入れるものを考えてるんです。中身ですか。でも今すでに調合できるものじゃダメなんですか。そうすることも考えました。これまでいろんなものを調合してきたから、いいものないかなーって。せっかく新しい箱を作ったんだから、中身も新しいものにしたいと思ったんです。なるほど。それでどういうものを入れたいのかは決まっているんですか。はい、私のテントを改良して入れようと思ってるんです。旅をする人には必要だし、すごく役に立つと思うんです。それはいいですね。テントはあって困るものではないですから。他には大
誰にでも使えるものを作って用意できたらいいなって考えているんですよ。誰にでも使えるですか？はい。遺跡にあるものって何のためのものなのか分からなくなってしまっているものも多いと思うんです。調査する側としてはそれも楽しみの一つです。でも作った側としてはせっかく未来に残したものが理解されないと寂しいかなって。だから誰にでも使えるものだったら絶対に喜んでもらえるかなと思ったんです。だって人を幸せにするのが錬金術だと思うから。フィリスさん素晴らしいと思います。まだまだ私は見つける側ですけどね。でもこれからはいろんなものを未来に残していきたいんです。それが私の新しい旅の楽しみです。ご機嫌ですね、シャルロッテさん。はい、おかげさまで毎日楽しんでます。ほうきで飛べるのが嬉しくってついつい飛びに行っちゃうんですよ。そうでしたか、楽しそうでよかったです。はい、やっぱり空を飛ぶのって楽しいです。あ、そうだ、ネルケさんも乗りましょうよ。空を飛ぶと気分爽快ですよ。私は大丈夫です、あのスピードだと怖いので。そうですか、ね、残念。でも本当にありがとうございました。私ネルケさんのおかげで調合の幅が広がりました。え、私何かしましたっけ？ネルケさん言ってたじゃないですか、私に適したほうきがあるって。今まで私調合するときはただただ品質のいいものを追求していたんです。けどあの言葉を聞いて思ったんです、人それぞれ欲しい効果ってだいぶ違うものなのかもなって。例えばクラム一つ取ってみても少しだけ壊れればいい場合と大きなものを壊したい場合があるじゃないですか。なるほど、そうですね、採掘の時なんかは壊れすぎると困る場合もありますもんね。そうなんですよ、それで思ったんです、自分のレシピもまだ改善の余地がたくさんあるなって。だから今まで作ったものからも新しいレシピはまだまだ作れそうだと思えたんです。そう考えるとやりたいことがたくさんあってとっても楽しみなんです。そうですね、研究に終わりはないということですね。はい、だからそのことに気づかせてくれてありがとうございます。私ここに来てよかったです。そう言っていただけるとすごく嬉しいです。これからもよろしくお願いします、シャルロッテさん。はい、任せてください、もっともっといいものを作っていきますよ。
ネルケ様は。すまない。な、そんな。
ネルケ様。やあ！え？
Thank you.
こんにちは。ね、ありがとうございます。
残念です。ありがとうございます。そうですね。ありがとうございます。場所
ですね。